ただいまより第32回東京国際映画祭特別功労賞の贈呈式を行います。 Now we would like to start the special ceremony、for the Special Achievement Award for the 32nd Tokyo International Festival。 それでは早速ではございますが、大林信彦監督をお招きいたしましょう。 So now we would like to welcome the director Nobuhiko Obayashi on the stage. どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。 Please give him a big round of applause.改めまして、大林信彦監督です。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。Director Nobuhiko Obayashi on the stage. Tadao さんがいらしてますが、どっかにいらっしゃいますよね。ありがたいですね。一緒に感謝いたします。I'm very, very grateful that so many of you are here to watch my film. Thank you very much.はい、ありがとうございます。そしてプレゼンターは第32回東京国際映画祭チェアマン安藤博康です。お願いいたします。 I would like to welcome our presenter for this award, the chairman of the 32nd Tokyo International Film Festival, Mr. Yasuhiro Ando. 今日は俳優さんたちがいっぱいいらっしゃってますが、みんな同じ仲間ですのでね、よろしくお話をしてください。We have lots of actors and actresses、that are coming on the stage today.、they are all friends and colleagues. 高子ちゃんどこにいる？高子ちゃん。ほらほら、女優さんが現れた。やっぱりお客さんが見たいのはまず女優さん。ね。うちの目美術監督で今理事長やってますけどね、美術監督の名言があります。何と言ったってお客さんが目に見えて楽しむのは美術と俳優さんだけだからねと。So the audience really enjoy is あとは映してるだけだから。ありがとうございます。ではまずはトロフィーの贈呈に移らせていただきましょう。安藤チェアマンお願いいたします。おお、ここから先はちょっとだけ私が主役だ。ご挨拶を、一言ご挨拶をお願いいたします。安藤チェアマン、佐藤さんも主役、一緒に主役、嬉しいね。So I'm going to be the main cast of this special ceremony. 小林監督、今日は本当におめでとうございます。Congratulations, Director Obayashi.長年にわたりまして、たくさんの素晴らしい素晴らしい映画を、まあ、今日の映画も含めて作っていただいたことに対して、東京国際映画祭から、特別功労賞を差し上げたいと思います。東京インターナショナルフィルムフェスティバル would like to give you, present you with a special achievement award for your accomplishment for many, many years of making such wonderful, touching films.今日の映画の一番タイトルの最初にもありましたけれども、まさに小林監督の映画は、映像純文学というふうに言った方がいいのかなというふうに思います。まあ、小説で言えば小説とか大衆小説とかそういうのではなくて、映像純文学というふうに私たちは考えています。 So as the title of this film says, I would think that your film is a pure literatureThat was expressed in the scene. 最近、小林監督はまだこれから30年映画を撮るというふうにおっしゃったようですけれども、これまたこの間の記者会見では35年というふうに訂正されたようで、できれば今日また40年と訂正していただきたいというふうに。 You made a comment that you'll be keep on making a film for the next 30 years, which has been changed to another 35 years. I hope that today it will again change to another 40 years of making the film.じゃあ功労賞を差し上げます。未来のことは分かりませんのでね、未来のことは分かりませんので、1000年でも2000年でも
約束いたします。Promise for another thousand years or 2,000 years. 貴重な文化に関するね、貴重な功労賞というものをきちんといただきました。どうもありがとうございます。I have received this very important award, the Special Achievement Award. I am extremely grateful. Thank you very much. おめでとうございます。はい。ありがとうございます。すごいね。This is wonderful. はい、これが功労賞、重いですよ。Very heavy, this award. そして花束の贈呈は常盤貴子さん、お願いいたします。数々の大林信彦監督の作品に主演なさっていらっしゃいます。いや、これをお預けして。The main character for many of Mr. Director Obayashi's film. おめでとうございます。はい、ありがとう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. はい、それでは恐れ入ります。安藤チェアマンもご一緒に皆さんでフォトセッションと参りましょう。So、this is going to be the photo session. こちらは公式のカメラマンのみの、フォトタイムということになります。This is only going to be allowed for the official camera, photographer. Official photographer only.、はい、正式に文化功労賞受賞させていただきました。I have properly received the, Culture Achievement Award.いかがでしょう、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。これでフォトセッションのお時間終了とさせていただきます。そして安藤チェアマンとはここでお別れとなります。どうもありがとうございました。 Thank you very much, Chairman 安藤。そして大林監督と常盤さんは少しこちらの方でお待ちください。恐れ入ります。私の妻がおりますが。さあ、それではここからは安藤浩平プログラム、はい、私の妻はどこにおります。はい、妻とちぐみさんと世界的に今や著名な森泉武人絵の作家と、まあこういう家族で、はい、それでは60年映画を撮ってきたから、ここからお願いします。映画を紹介します。ご紹介します。はい、はいはい、みんなに顔を見せてください。はい、じゃあ皆さんいらっしゃってください。 Please come on the, please everybody come on the stage. 一人一人お名前、厚木拓郎さん、拓郎厚木、まずは小林夫人です。 First of all, this is Mrs. Obayashi on the stage. お嬢さんのちぐみさんです。ちぐみさん、 his daughter, also on the stage. それから厚木拓郎さん、拓郎厚木、細山田隆人さん、細山田、細田義彦さん、吉田玲さん、吉田玲さんが先に来ました。吉田玲ちゃんは細山田さん、それから、山崎ひろなさんです。すいません、皆さんもお座りください。どうぞ。すいません、お時間がないのでですね、ご挨拶は代わって私めがの、すみません。で、一人一人中身についてのお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それで、まずこの映画、素晴らしい映画だと僕は思いました。大林監督、今まで映画の中でもおっしゃってたけども、いろんな他人事を自分事として映画として撮っていくんだっておっしゃってたけれども、今度は監督という立場だけではなくて、皆さんの観客という方向に向けて、観客も他人事ではなく自分事としてスクリーンに入ってこなきゃいけないんだよっていうふうに、素晴らしいメッセージを発していらしたと思います。それでもう、すみません、当たった方からなんとなくご紹介をしながら中身の話していただきたいんですけども、言ってみれば厚木さんと細山田さんと細田さん3人が、まあ言ってみれば皆さんの代わり観客という形でスクリーンに飛び込んでいって、昔の映画の中でいろいろ活躍しながら未来をどう変えていくか、で原爆をどう止めようかっていう話だったと思うんですけれども、まずは厚木さんからちょっとお話しいただけますか。どうぞお座りになったままで大丈夫です。どうもありがとうございます。 Thank you very much. ババマリオ役の厚木拓郎です。僕は大林監督の尾道を舞台にした映画っていうのがちょうど20年ぐらい前ぶり で、僕もちょうど20年前の大林監督の作品に出演させていただいて、それで20年ぶり尾道で、で
同じ場所で同じスタッフの皆さんと共演者の人も20年前にもお会いした人もいっぱいいますし、それで今回役名がババマリオということでそれこそまた20年、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけども、20年ぶりである意味その役の続きというかそういうものも演じさせていただいて、もうそういうのってまあなかなか他でもないんじゃないかなと思って、皆さんがいるっていうのはなかなかないのかなと思ったんですけど、この映画が作られてからその公開するまでの間に結構ターミネーターとかスターウォーズとか前からありましたけどマトリックスとか最近で言うと男はつらいよとかも結構皆さんやってらっしゃるなみたいな思いました。役と作品の関係で言いますと、やっぱりもう見ていただいた通りもう作品がこういうものですから、多分この全員の人に一人一人多分第一印象というか感想の第一声って多分一人一人みんな違うんじゃないかなと思うので、それを皆さん多分そのままあの見てない人にぜひ伝えてほしいなと思います。それが結構この作品をより多くの人に知ってもらって深めてもらういい機会なんじゃないかなと思っております。 So I played the role of Baba Mario. As a matter of fact, about 20 years ago I played the role of Baba Mario. About 20 years ago I had an opportunity to be a part of the director Obayashi's film at Onomichi. I feel like this was quite a very interesting experience for me to once again be a part of this film making. 喋りすぎて申し訳ないです。すいません。この頃は皆さん、写真がお上手だから、取材の方たちがね、落ち込まないようにちょっと我慢してあげてください。写真がお上手だから、取材の方たちがね、落ち込まないようにちょっと我慢してあげてください。So please understand that only the photograph will be taken at the later timing. はい。それじゃ次に細山田さん、so, 細山田さん、あの2人目の、まあ、観客役という、ね、そうですね、はい、本日はありがとうございました。First of all, thank you very much for being here. 世界初上映になりますので、僕たち3人があの演じた立場と全く同じ立場の初めてのお客さんになります。去年撮影をしていて、まあ、監督、まあ、今本当にご病気になりながらも、あの自分が伝えたいメッセージというものを、自分の使命というものを、本当に強く思っていて、それをこの作品に託して、撮影しました。本当に見ていただいて今どういうお気持ちになったか、もう僕たちもあの初めて見たときには撮影をしていた人間ですらやっぱ出来上がって見てみると、あのまあ監督が撮った作品ということもあるんですけど、本当に咀嚼しきれない見た後の本当没入感というか、そういうものがすごくて、でもその後にこれから家に帰る間、帰ってから多分いろいろ考えることが出てくると思います。あの撮影の時にも広島で大きなあの豪雨がありました。最近でも台風だったりとかいろんな災害もあります。そして監督はあの時の戦争の匂いがするとおっしゃっていました。これから自分たちが何をしていかなければいけないのか、僕も撮影をしていてこういう役をいただいて撮影をして作品が出来上がってからそういうことをもう考えていかなければいけないんだなと、そういうふうに思いました。皆さんもあのそれぞれいろいろ思うところがあると思います。この機会に、あの自分ご自身でいろいろ考えていただいて、映画の力というものを信じて、そしてまたあのいろんな人に伝えていただいて、また作品を見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。あの細田佳彦さん、じゃあ3人目の観客役ということで、ダン・シゲル役をやらせていただきました細田佳彦です。ありがとうございます。細田佳彦です。ありがとうございます。2人が長々喋って僕は喋ることがなくなってしまったんですけど、僕は初めてあの監督の作品に参加させていただいたんですけど、あの3人の中で多分一番映画を通して成長した人間だと思います。皆さんがこの映画を体感されたことによって
少しでも未来について映画館を出た後に僕の演じたダン・シゲルと同じように考えてくださったらとても嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、映画は学校と言いましてね、本当にいろんなことを学ぶんですよ。タクロー君だって最初が私の映画でデビューをして、すぐ続いて淀川ナガールさんをやって、ということはつまり私自身の自伝までやっちゃって、そして幾多の映画で、今度の映画でも私自身を演じておりますのでね、よくしかと見てやってください。So please pay attention to his characters. Yeah, ありがとうございます。細田君もよく成長してくれたね。I believe that you have really grown a lot by being a part of this film. それはそういう俳優さんがいてくれるからです。And that's because he is such an actor. 映画は人事ではなく、すべて自分事になる。Film is not really about something somebody else's thing. 自分と体を入れ替えてね。劇に感動してくださることで人生の何かをそれぞれが学ぶことができる。はい、学校の校長からのそういうふうに言われると、私も実はいつか見たドラキュラという監督の作品を見てこの世界に飛び込みまして大先生でございます。山崎さんにお聞きしたいと思いますが、山崎さんはこの空の花、長岡花火物語からですが、今回また今までのものと違う感覚とかありましたか？そうですね、皆さんこんにちは、山崎ひろなです。ありがとうございます。私は小林校長先生のもとで何度かこう生徒として映画に出演させていただいたんですけど、今度はですね、4つの役という大きな課題をいただいて、最初はすごく自分にできるのかなとすごい不安でいっぱいだったんですけど、でもとても楽しく演じさせていただきました。実はですね、私密かにミュージカルをやりたいなって思ってたりとか、あとアクションの映画が好きなのでアクション映画に出たいなって思っていたり、あと方言の使う役柄を演じてみたいなっていうふうに思っていたんですよ。そうしたら監督がこの映画で全部私の夢を叶えてくださって、本当にありがたいなと思いました。なので私は監督の夢がこの映画で叶って、祈りや思いがいろんな人に届けばいいなということを本当に思ってます。夢を叶えてくださってありがとうございました。Thank you very much for making my dream come true. いや、素晴らしい。今の日本人が決して忘れてはいけないね。沖縄、琉球言葉が沖縄はしっかりと語って、日本人の、いやいや日本人の血である琉球人の言葉を語ってくれております。とても素晴らしいですよ。ありがとうございました。それでは時和貴子さん、so、Ms. 貴子時和、野の七七日からもうすっかり大林校長の学校の優等生になっていらっしゃいますけども、今回こういう映画に関わったお気持ちとか、これまでの大林監督のこととかお話しいただけますか？はい、まずこの映画のゼロ号の試写を見せていただいたときに、走馬灯っていうのはその人にしか見れないし、本当に何だろう、ギリギリのところでしか見れないってよく言うじゃないですか。だけどサービス精神旺盛で、周りにあるネタは全て映画にしてしまうというこの監督は前倒しで走馬灯を見せてくれたんだなって思いました。
それはもう前代未聞というか、映画史の中にも数々たくさんいろんな映画はあったと思うんですけど、そんなことができる監督というのはいないと思います。でも私がなんとなく思う確信なんですけど、多分監督の本当の走馬灯もこれだと思うんです。違いがないと思うんですね。だから本当にこのキテレツな体験を皆さんと共有できたらなと思います。当たり、ありがとうございます。そしてこの映画のヒロイン、ね、ヒロイン役をやってくださいました吉田玲ちゃん、はい、お願いいたします。のり子役とその他いろいろな役をさせていただきました吉田玲です。のり子、吉田、私はあのプロの映画を作ること作るのにあの参加するのはすごく初めてで、またあの方言を使ったりアクションとかタップダンスとかいろいろさせていただいて、すごく緊張してるんですけど、 今もしたし、あの映画作ってる時もしてたんですけど、すごくあの撮影し終わった後はすごく楽しくて、本当にとってもいい体験をさせていただきました。ありがとうございます。それで、あの私は大林校長先生のいる学校に転校してしまったわけなんですけど、学校で学べない戦争の話をこの映画でされあのすごく学べたので、あの教科書よりもいい教材なんだなと思います。たくさんの方に見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。まだ映画の学校で勉強中の子供ですので、私のパートナーであるプロデューサーの大林京子が身柄を預かっておりますが、そのうち社会に出ますので、皆さんまたいろんなチャンスを与えてやってください。よろしくお願いします。 Everybody will be able to give her great opportunity in her future. そして大林監督、あのこの映画、あの最初にお伺いしてた時ってもう花形見を取られて、まあ言ってみれば大林監督の集大成を取られたという後で、気楽になんかエンターテインメント映画を作られるのかなというふうな気持ちで感じておったんですが、こんなにまたさらなる集大成を作られたという、初めからこのイメージを持ってらっしゃったんですか。この前の映画がね、場外ホームランだったと、花形見がね、今度の映画を見た同じ人が、今度のはこの前のがサヨナラホームランで、今回は場外ホームランだと。山田洋次さんは大林さんにこれで終わりというものはない、この人はいつも進化してるからねと多めの言葉をいただきましたが、私も今まで人間がやったことよりはやらないことの方がいっぱいあるんだから、やらないことをやれば星の数ほどそれ以上面白い冒険ができるのというのをいつも持論にしておりますので、まだこれから3000年は生きていく、やらなきゃならないことがたくさんあると、本日の文化功労賞を受賞いたしましてね、しみじみと思いを新たにしておりますので、After receiving this special achievement award, I am seriously thinking once again about my filmmaking life. ねえ、佐藤忠夫さん。佐藤さんもいらっしゃるですか。あの、今山田洋次監督のお話出ましたけども、実は昨年の
さっきどなたかおっしゃってた西日本大豪雨の直後に実は犬堂一新監督と山田洋次監督と私と3人でスタジオを訪れたんですね。そしたらばそのスタジオで撮って、まあ、すごく暑いところだったんですけども、そこで撮ってらしたのがまずは、まあ、ブルーバックの中で誰かさんがターザンになってあーってやってるんですよね。でそれが終わったらば今度大林監督がポロポロンってピアノ弾き始めたのまたなんか休憩かなと思ったら撮ってらっしゃるんですよね。でその後若い兵隊がわって切られて血がわって出たりするやつを撮って、そしたら山田さんが僕を呼んでですね、安藤君この映画はどういう映画なのかねって言ってたんですよ。でもいや山田監督でも想像もつかない感じでどんな映画なのだかわからなかった。監督はもう時からこういうふうになることを ほとんど思ってらっしゃったですか。映画はプロデューサーが作るものだというのが私の持論で、プロデューサーの想像力と人生体験がより集まって物語を作ります。私たち現場を受ける職人はそれの忠実な再現者であります、ということから見ていただくと今度の映画がいかなるフィロソフィーを用いたかということに皆さん仰天をなさると思います。どうか仰天してください。仰天することが映画の何よりの魅力です。よろしくお願いします。いや山田監督も相当仰天されたと思って、もう本当にこれは素晴らしいっておっしゃっていらっしゃったですね。皆さん、実はアンカンと皆さんこの映画を見てってはいけないんですよね。観客の方に突きつけられてると思うんですよ。つまり今まで映画監督が一生懸命メッセージフィロソフィーを伝えようとして、まあ、他人事の情報を自分事として映画を作って見ていただいている。で、僕たちはなんとなくアンカンとその映画を他人事として見ていたけど、さあスクリーンに飛び込んであなた方が行動しないと未来は変わらないよっていうすごいメッセージを突きつけてらっしゃいますよね。そう、あなたならどうする、こうやればあなたも私も殺されちゃうんだよ、そういう時にどう選ぶか。この国もね、僕は素晴らしい国だと思うのは、翌日原発の電源をいち早く切ったのは九州の電力会社でした。しかしその2日後にはアメリカさんの言うことを聞いて原発推進というふうに舵を切り替えたので、まあ私もそこで原子爆弾とのお付き合いは縁を切っております。まあ、そういうことの長い時間の中でね、いろいろ歴史は変わりますので、今度は素晴らしい歴史が今の令和天皇ご一家がお若いからこそできる、お若いからこそ現前天皇が抑えができなかった、お年のせいやね、いろんなことでできなかった、新しい外交を笑顔でやり遂げようとされている。これからきっと日本は国際的にも偉大な賢い優しくできる人が住む
国になると私からの天皇ご一家へのお祝いの言葉とさせていただきたいと思っております。そろそろこの辺でお客様のご質問を2つか3つお受けしようかと思いますが、質問あられる方いらっしゃいますか。If you have any question, please raise your hand. どうぞ。Okay, so good evening. And first of all, thank you for this film. It's been an honor to witness the newest masterpiece of one of my favorite directors. So my question is about the later stages of your career. Since 2007, with Switching Goodbye Me, I think you've been making films for the children of the future. And I felt like every film could have been your last. Every film felt like this sense of closure. So do you think you will ever stop making films as long as you're able to make them? And do you perhaps have an idea for a film that would be the ultimate and final work of your career? Thank you. Sorry, you said that ever since 2007, that part I couldn't hear. Sorry. Yes, since his film, Switching Goodbye Me, he's been making the films for Children of the Future. 2007年以降、先生は、将来の、子どもの、という、主題というか、将来の子どものためのそういう映画をずっと作り続けてこられたというふうに私は認識しております。My question was, will you be making films as long as you're able to?先生は、可能な限りずっと映画を作られることを、考えてらっしゃいましょうでしょうかという質問です。はい、未来のことは誰にも分かりませんから。 No one understand what is going to happen in the future. あと2000年3000年は作ると For the next 2000 years or 3000 years I will keep on making the film. それでないと私が映画を作ってる意味がないと私はそう思っています。 I believe that unless I keep on あの戦争をしている私が知らない若い人たちのために映画の学校でハラハラドキドキスリスリワクワク感動的な物語を作り出してお見せしたいなと。Because I have seen the world, I understand the world. I have the responsibility to keep on making the film for the people who have not seen the world. 今横におりましたのが私の娘で、This is my daughter. その横におりますのが森泉武人、絵の作家でございます。And, the artist. そして、この中にはもう私の映画を60年80年かやってる転校生からやってくれてます。So there are members who have been working together with me for many many years starting from the exchange student. 彼自身が今の時代のこの切迫感を切実に感じて今日もここに見届けに来てくれてます。So those people that have been working for a long time is also here with me today because we want to send out the message. And I would like to say the same thing for the audience. Unless we do something, unless we take an action, the world is not going to change. The world is not going to be a better place. 私たち観客が世界を幸せにする力を持っている。We as an audience have the power to be able to make the world happier.尊さです。And that is really the value, the respect that the film has. 自由を守るってとても難しいことですが。It is extremely difficult to protect the freedom. やり遂げなければなりません。But we really have to pursue that. We have to make it happen. 黒沢さんは700年かかるとおっしゃいましたが。Director Kurosawa said that it would probably take 700 years. なみなみならぬ道だと思いますが。It's not 戦争は一人でも起きますが、War could possibly happen the next day. 平和は400年かかるそうです。It would take 400 years. だから大林君、君は僕たちの続きをやってくれよ。So the director said that, Obayashi-san,
please continue to do what we try to do. 僕は敵国のジョン・フォードの続きまでやったぞ。So that was a message coming from the director. 映画は素晴らしい。Film is wonderful. Thank you. その映画を育ててくれたお客さん皆さんに感謝です。今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。もう一度大林信彦監督、それからキャストの皆さん、それからプロデューサーの大林京子さん、お嬢さんのちぐみさんとご主人森泉さん、本当にありがとうございました。素敵な映画を本当にありがとうございました。そして総合プロデュースの安藤さん、ありがとうございます。Thank you very much for 安藤さん。ありがとうございました。じゃあフォトセッションに移ろうと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、じゃあお声かけください。わかりやすいようにもし手を振っていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。目線中央にいただければと思います。お願いします。ムービーさんの方に目線を振らせていただきます。じゃあすいません、ムービーさん、分かりやすいようにちょっと手を振っていただけますか。お願いします。ありがとうございます。もう少しください。もう少しください。いいんじゃないかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。もう一度監督とキャストの皆さんに拍手をお願いいたします。ありがとうございました。じゃあどうぞこっちの方へどうぞ。はい、あ、こちらへどうぞ。監督からお願いしていいですか。